はいどうも15秒の奇跡です。前回のあらすじといたしましては、砂漠の、町で、起こったちょっと霊的な存在との大バトルに制しまして、ここからはですねジョディの生まれそういったねルーツを探るそんな回になっていきますねで今ですねジョディを産んだかもしれない女性ノラというね本当のお母さんをこの精神医療施設にちょっと探しに来てコールと一緒にね探しに来ているというところです。ちょっとノラをノラグレイに面会を。許可証をお持ちですか？懇願。ねえお願い。私は娘で、もう何年も会ってないの。ねえ。すみません。面会には必ず許可証が必要なの。ガー、そうなのかやっぱり。結構高位の施設なんだな。どうにかならんか。なんか調達できねえか、ズルして。これ自販機だよね。操っちゃえー。ちょっとこれはずるいけど、しょうがあるまい、会うためだ。はい、今探す。とりあえずパスしたので、ノラがどこにいるかを調査しますと。見つけた。ノラグレイ、7階の43号室。7階の43号室、了解。誰かと接触する前に。よし、順調。いいよ。エイデンの力を借りてね。なんとしても砂漠の街ではね、ジョディが結構ね単発のボーイッシュな感じだったんだけど、そこを出て都会に来てからはどうする。エイデン今見られてる。了解、任せて。あらよ、いかが。まあそうなるよね。先にガードの気をそらさないと。ああ、そうしよう。モニターにトラブルを起こさせて調査会社に電話させよう。調査会社っていうか直す会社に。そうか、電話でね。セキュリティ、もしもし。調査に行かせちゃうとまずいのか。なんかあるな。なんかデンジャーなんじゃないこれ。大丈夫か。なるほど、ちょ電気系を。じゃあドアを開けて。了解。ここの電気系は違ったみたいだね、扉を開けるやつは。了解、行こう。レディゴーレディゴー、急いで。お母さんに会えるか。ここか。この中には誰もいなさそうだね。ここじゃない。了解。手がかりを探すか。よし、こいつを操って。これじゃ遠すぎる。くそ、どうすりゃいい。他にそうか、これでおびき寄せればいいな、あいつを。起きねえか。しぶといな、あいつ。窓を割るぐらいの。どうよ、もっとやる。どうよどうよ。
お前職務中に寝てんじゃねえよ、おっちゃんよ。よし、操ろ。早速操らせていただいて、お母さんのところまで誘導していただこうか。まずは開けていただいて、こいつ操りにきいな、こいつ。いいね。あとは門番として、はい、気絶していただいて、ジョディちゃんとカードキーは持ってけよ。 OK、 よし行こう。行くぞ、どんどん行こう。ああ、ダグ、君が丸すぎる。さっさと43号室を見つけよう。そうだね、43号室。これが38だからもうちょいか。これが39だよな。 OK、これが40で41、こっちか42、次だ。ここお母さんがいるはず。あったよ、行こう行こう。ここで待ってる。ジョディ、正気を失ってるかもしれない。君のことまるでわからないかも。その覚悟はないと辛い運命になるけど、ジョディどうする、行くか行くのか。行くんだな。じゃあ俺たちを見届けよう。うわー、ノラ、お母さん、娘です。ジョディ、ああダメだ、何か何か伝わってほしいな。ほらまた泣いちゃった。ジョディ泣くな。娘なの。手伝ってエイデン。任せろ。何ができるかわからねえが、サイコメトリーとは人や物に触れることでその記憶の断片を読み取る能力である。これジョディが入れられてた施設と同じじゃないか。母親も父親も両方力がある。この赤ん坊がどれだけ貴重かわかるか。君には無理だ、ほら。全て私たちに任せてくれ。それが一番わかるな。でも私の赤ちゃんよ、返して、気が変わったの、赤ちゃんを返して。早く眠らせろ、お願い、子供を外に出して、お願い、大切にしてくれてたんだな、やっぱ。赤ちゃんを返して、あの子に会わせて。あの子は特別な力を持っているかもしれない。何かおかしなことがあったら、ここでスーザンとフィリップに薬を増やす、二度と意識が回復しないように。やっぱこういう施設にいられると薬飲まされちゃうんだね。ごめんなさい、全部私のせいで。違うって、それは違うぞジョーディ、全部お前のせいじゃないぞ。何なの、
何を見せたいの？なんだ？破壊してエイデン、早く破壊して。破壊した方がいい？本当？あ、お母さん、お母さん、お母さんの闇を払うぞ。任せろジョディ、ちょっとでもお母さんと。お母さん、私の子、可愛い娘。抱きしめられないのか。ぬくもりこそ感じられないけど。もう二度と会えないと思ってた。会いたかったわジョディ、本当に会いたかった。何があったの？何をされたの？与えられた薬で魂が閉じ込められた。どうしようもできなかった。死ぬのを待つしか。ダメ、私が逃がしてあげる、助け出すから。もう遅いの、ジョディ、遅いの。どうにかならんすか。愛してる、世界中の何よりも。それだけは変わらない。お母さんよ、お母さんよ。うわ、泣きそう。あ、最後に、ある種の形見として、でも霊的なあれを感じることが お互いにできるからね、感応し合って最後に一瞬だけでも会うことができてよかったけど、これは、うわー、ジョディ、お前の涙はもう拭ってやれないわ。もうどうする、残るか。なんかお母さん、もうちょっとなんかないか。ちょっとエイデン、エイデンパワーでどうにか、どうにかならんか。嘘だろ、嘘だろ、おい。そばにいるわ。いや、ほんとずっと見守っててください。ジョディ一人ぼっちなんで、ほんとにずっと一緒にいてやってください。ジョーディー、お前の涙をさ、見たくない一心でやってんだ。お前ほんと幸せになるよ、エンディングでは。ほんと幸せになってくれよ、ジョーディー。嘘だろ！コール！おい、マジかよ、もう！本当に報われねえな、畜生。ジョディ、立てるか。どこだここ。なんかえれえ特殊な書斎に来ちゃったみたいだけど、とんでもない金持ちの。おい、そういうのおいそれと飲んじゃダメだぜ、本当は。
何入ってるか分かんないからさ。どうするよ。なんだあれ。なんか偉く特殊な空間に来ちまってるな。よし、とりあえずここから脱出する？こっちかな。うわぁ、なんか盆栽があるよ。なんかこのマークどっかで見たことねえか、みんな。最初に幽閉されてたさ、施設じゃねえかこれ。姉さんがさ、姉さんと一緒にいた。なんだあちら側の扉。史上最も強力なコンデンサーだ。驚いたかい姉さん。姉さん、ジョーディ、会いたかったよ。姉さん、メガネどうしたんだよ。本当に無事でよかった。色気づいて痩せたな。違うんだよ、育ったんだよ。でも生きて会えた。育ってスリムになったんだよ。オフィスに行こう。姉さん優しいな、いつも。さあ、座って。オッケー。そうか、姉さんは昇進してもうすごい地位に。あいつら頭を思い切り殴るんだもん。すまない、乱暴するなと言ったんだが、エイデンのことを警戒していたんだろう。なるほどね。コールは大丈夫なのか。家だ、大丈夫。君を助けたかっただけだ。昨日のことでコールが罰せられることはないよ。本当だろうな、姉さん。ノラは？母さんに何があったの？お母さんはなんであんな不安定だ。彼女と赤ん坊を危険にさらす可能性があったんだ。そんなことありえない。リスクが大きすぎた。私はその頃ただの研究員に過ぎなかった。私がこのことを知ったのは随分後だ。なるほどね。立場的に謎の全てが嘘だったの。偽の両親とかさ、赤の他人に両親のふりなんかさせて。 DPA は安定した情緒環境が必要だと思ったんだ。家、両親の愛、いわゆる普通の生活、良い状態で君を研究したかった。研究？研究？姉さん、お前。研究だって。人の人生をどう思ってんだよ、姉さん。何なの、姉さん。ラボのネズミと一緒？私はまだ子供だったんだよ。小さい子供だったの。君はリンクだ。え？こちらとインフラワールドとのリンクだった。ずっと待ち望んできた存在だ。境界線的な存在ってこと？姉さん、お前、父の家に私を引き渡す気？それがあなたの計画？ここに連れてきたのは君にできることがあるからだ。彼らは君の協力を望んでる。何ができるんだ、イカロー。殺そうとした奴らの手伝いをしろっていうの？それがあなたの望みなの？いいか、怒れ。信用しろって。奴らの犬を、母さんのことも両親のことも嘘をついていた。どうして？お金、権力、名声のため？やめろジョディ、分かってるだろ。私には分からないよ。ある国がインフラワールドを発見した。インフラワールドを操り、コントロールできると思っている。何を相手にしているか分かってないんだよ。もし霊体がこちらの世界に侵入したらどうなると思う？非常に危険だと。私には関係ないことでしょう。君はインフラワールドを誰よりも理解している。 CIA の仕事でしょ。そうだそうだ。私は関係ない。そうだぞ、ジョディは個人だぞ。取引をするそうだ協力すれば君は自由の身だ。ジョディ、道が開けば何が起こるか分かっているだろう。正義罰が訪れる。今までいっぱい見てきたけど。止める力がある。姉さん、でも今までさ、お前
今までジョディがいろんなことでさ裏切られてきたことをお前が一番よく知ってんじゃん。俺たちはジョディの涙は見たくないんだよ。もうあれ子供戻っちゃった。ジョディが子供に戻っちゃったよ。みんな時系列通りに進んでいくと思いきやここで一回子供編に戻りますみたいな感じになっちゃったけど、おいコール、コールは変わらずコールだよねこれ。あなんか絵がある。これがメイさん。なんか小難しい研究のあれだね。あ、なんか動かせるっぽいな。ちょっと破裂させちゃう？ちょっとテレビも消しちゃう？じゃあ。他には特には何かができるってことはないっぽいね。あ、疲れた。姉さん疲れた。もうやめていい？今何やってんの？もうそんな時間か。ごめんよ。仕事に夢中になって。研究中か。ずっとだったから疲れたろ。そうだ。今朝本を買ったんだ。眠るまで読んで聞かせてあげようか。ああ。読んで。隣の部屋にあるはずだ。いやもう姉さん本当お父さんみたい。一緒に行こう。いいね。うん。うん、取ってくる。とじゃあとりあえずね、いい子だから普通に。そうか、子供。本はどこかな。子供の時はね、苦手なんだよね、暗いところが、ジョディは。やめて、エイデン。笑えないよ。怖がんなって大丈夫だから。エイデンはね、怖がらせようとしてんじゃないのよ。大丈夫だよって。いるよ、ここにって。エイデン。あなたなの、エイデン。わりわり、あ、なるほど。まだあんまりこうエイデンと親密になってない状態なんだね。子供の時のジョディ本当にいい表情っつうかね、いい芝居するよね。お、怖い怖い怖い。ええな、な、なに、なに、急に、急、誰、怖いよ。え？もう見えちゃうんだよ、もう繋がっちゃって、あれが、アンテナが、電波が繋がっちゃってさ。姉さん、姉さん怖い怖い。見つけた。持ってきた。それじゃあお楽しみのおとぎ話の時間を始めようね。怖いよ。ジョディどうした？まあそうだ、実験で疲れてヘトヘトなんですよ。さあもう寝かせましょう。もうジョディ自身もね、なんて表現していいか分かんないんだろうな、きっと。はい、います。教授、あなたに。おや、ネイサン・ドーキンスだ。どうした？教授、何があった？姉さん、どうしました？よくないことがあったのか？妻と娘が実家から帰る途中、酔っ払いのトラックが反対車線を
死んだと。それじゃあ、さあジョディ、ベッドに行こうか。ここにいてください。すぐ戻ります。さあ行こう。何も言えねえ。姉さん、マジか。うわ。カヒルスタンがインフラワールドの存在を嗅ぎつけたとの情報が入った。裂け目を見つけ、ヘルハンちゃんに位置する秘密基地で実験を行っているとのことだ。実験がどの段階にあるかは不明だが、我々はインフラワールド内に重大な変動を検知した。軍事的な、政治的な。君の任務はコンデンサーの破壊とその他の先端技術の破壊だ。コンデンサーを破壊できたとしても裂け目はそこに残ります。コンデンサーの建設は金がかかるし時間を要する。この任務でインフラワールドを調査する時間を稼ぎ、そして他国が兵器として使用するのを阻止する。当然警備厳重区域ですよね。ああ、相当な武力抵抗が予想されるだろう。君のチームは…チーム？単独じゃないんだ。マーラ、彼らを。え？誰？よう、ジョディ。久しぶり。お前ら、裏切り者のクソライアンも一緒じゃねえか。この部隊なら敵の目をかいくぐれるだろう。任務の開始は2日後だ。CIA とまた組むのか。ネイさん、嫌なの知ってるだろ、お前。気をつけろ、ジョディ。向こう側では何が起こるかわからない。大丈夫。まだ向こうの住人になるつもりはないから。そうか。死ぬつもりはないってことね。君を失いたくない。ある意味では娘だもんな。ライアン、お前よく久しぶりだね。よく声かけられたな、ライアン。お前攻撃的に行こう。この裏切り者が。ああ、エイデンも覚えてくれてたか。近寄らないで、ライアン。そうだ、エイデンは私よりも根に持つタイプだから。そうだぞ。俺たちお父さんを舐めるんじゃねえぞ、ライアン。だよ。黙ってろ。黙ってそこに座ってろ、てめえは、この野郎。俺たちの娘を、気持ちを踏みにじったってだけでもとんでもねえのによ。あいつ、やれやれみたいな態度で出てきやがって、この野郎。みんな怒ってますよね、これ見てくれてる人もね。絶対ライアンだけは許さねえ。え、どういう状況？え、捕まっちゃったの俺たち。いい加減うんざり。東洋人だ。協力を拒めば俺はお前を殺すしかない。ライアン縛られちゃった。もちろんどっちにしても殺すな。だから痛みを感じずに死ねる。拷問にかけられてってわけじゃねえのか。苦痛を感じて死ななきゃならないぞ。さあ最後にもう一度聞く。誰の手先だ？誰でもね。分かってる。どこ？ここだよ。ああ、そうか、ジョディの意識が遠のいちゃうと俺たちも連ジャー部隊みたいな、なんとかウェーブ研究所みたいな。
本当にここか？座標の真上のはずだぜ。嵐がひどくなってる。こうコンデンサーを破壊するために潜入してる中で、エイデンのシェルターを探すように言ってくれ。捕まっちまうってわけか。了解、任せて。とはいえ行動範囲もそんなに広くないからな。これ人間か？違うな。凍えそうなの。分かってる。頼むから隠れる場所探して。今探し中だっつーの。ちょっと待って、ちょっと待ってジョディ、ここなんかどうだ？あそこに家がある。オーケー、行くぞ。急いで。うわぁ、こんな猛吹雪の場所に俺たちの目的地があるわけ？あったよ、これね。よし、急いで避難だ。よっ、転がしといていいのか？ぶっ飛ばされない？凍えそうだぜ。こんなの意味ねえ。ここはただの漁村じゃねえか。情報屋に騙された、そういうことだろう。死体になっちまう前にこんなとことっとと脱出するぞ。火を起こした方がよくねえか。雪を食いながら氷の上を歩いた。無駄にな。くそ、ここに送り込んだやつを見つけ出してやる。そんな怒んなよ。お前らの愚痴にはもううんざりだ。そうそう、いい加減黙ったらどうなんだ。ねえ、凍えそうなの。喧嘩するのはいいけど火を耐えてからにして。そうだな、まずはやることやってからやろう。そうだな。嵐が去るまでここでキャンプをしよう。 HQ に連絡して指示を仰ぐ。よし、まずは火だ。当然持ってきてるよね、そういう機材というか。これは通信のやつかな。チキシャ、濡れてやがる。俺がやる。湿気ちゃってんのか、火起こすやつが。くそ、全部ずぶ濡れだ。お前ら代わりのものを見つけなきゃ全員朝まで持たないぞ。使えねえやつらだな、お前ら。本当にもう外に行ってくる。特殊班だろ。ちょっと俺に任せろって。あれよっ、ちょっと待って。はいはい、着火させてやるから。よし、オッケー。天才だな、やるじゃねえか。でかした。見たか、ジョディ。見たよ、うん、二人ともやるじゃない。優しいジョディ。よし、じゃあ一回外に出よっか。じゃあなんか荷物とかを。よし、お茶をね、あったかいお茶で一回心と体を休めよう。魔法瓶ってすごいな、魔法みたい。本当にこんな極寒の中でも温度が全然下がらないの、すごいねって感じ。おいライアン、てめえ、いや、ちんたらやってんじゃねえぞバカ野郎。まだ怒ってるんだ。当たり前だ。な、君の気持ちは変わらないだろうけど後悔してるんだ。嘘つけ。どう後悔してんのか教えてみろ。私の気持ちは変わらない。そうだ、俺たちの気持ちだ。お父さんと我が娘ジョディの気持ちは一切変わらない。お前が正式に
ちゃんと俺たちが謝ってほしい、ピンポイントで謝ってくれない限りは絶対に許さない。はい、そんな具合でですね、ライアンとの確執、再びね CIA として、任務に就くことになったジョディなんですけれども、はい、なんかね特殊な、コンデンサーを開発してる、別の国が、出てきてしまったようで、そこのコンデンサーを破壊するという任務のために、雪山にやってきております。特殊なね能力を持ったこの皆さんと一緒に来てるわけなんですが、ここでね一回終了しておきようかなと思います。では次回またこちらビヨンドトゥーソウルズでお会いいたしましょう。今日はこれにて、チャンネル登録、いいね、高評価随時お待ちしております。ではでは、あなたの心、ジョディと一緒にこの人生一緒に見守っていきましょう。そんなわけでバイバイ、次回を待てー。